一応ですね、ディスプレイ、これ、3色に変えて、800以下で2つ、1000で、1つ、で、1000から1200で黄色、1200以上で、赤1つ、1500以上で、赤2つというような色も発信できて、ログ記録もできる、ね、こういう形で、ボックスに入れて、できるようにはなったんですけども、せっかくやからね、ブザーをつけてみようと思ってね。このブザー、秋月電機で買ったやつね。ブザーの鳴らし方もわからへんかったんで、ここにね、お借りしてきた。こっち映画ですよね、これは。マイクロフィトン的誤水ラズパイピコパッシブブザー接続っていうのがあったんで、それのね、プログラムを借りてきて、ブザーを鳴らしてみたんですけども、ドレミファソラシドをね、多分この周波数で音階が違うという形なんで、その周波数をね、ちょっとこれ、いじってみたんです。これをまあね、1000の周波数にしていじって、これ5回になるからもう止まりますけどね、これで5回目止まるんですけども、周波数をいじってみて鳴らして、ちょっと音ちっちゃいんですよね。もうちょっと音が大きくできへんからって感じで、これ、だからここは5回が、これ10回やったらもうちょっと長くなってるけど、周波数、音と時間は調節できたんやけども、なかなかね、音量が調節できないんで、まあ、これも、一緒につけてみたいなと思ってるんで、またちょっと考えてみます。